堀内公園駅は愛知県安城市、堀内長崎山にある名鉄西尾線の駅である。駅番号は GN04。また、駅名の由来となっている堀内公園の最寄り駅でもある。2006年4月に名鉄から当駅の廃止が示唆された。これは駅集中管理システム及びストアードフェアシステム導入のため、 駅施設整備費用の軽減を考慮したことによるもので、廃止対象とされた、1日あたりの乗降客数が300人以下の駅に当駅が該当していたためである。しかし、駅舎の回収費を安城市が負担することと地元住民による署名活動により、名鉄側が駅存続に合意したため、当駅の廃止は回避された。駅舎の建設費を安が負担したため、同時期に、 名鉄が整備した西洋線の他の駅の駅舎とは外観が大きく異なっている。4両編成対応の単式一面一線のホームを持つ地上駅で駅集中管理システム導入の無人見駅。以前は駅舎はなく直接ホームに入る形になっていたが、2007年度に駅集中管理システム導入の際に駅舎の設置と駅周辺の整備が行われた。 トイレは設置されていない。堀内公園駅と同時期に廃駅が検討され実施された5駅の年間乗車人員の推移近年の1日平均乗降人員は、下表の通り、壁階堀内駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。